ご乗車ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。はい、どうされました。浜松から来たんですけど。浜松から。はい。その浜松の駅員さんがもうそのまま通っていいよっていうことで、はい、はい。ちょっとここまで来ちゃったんですよね。ちょっと急いでらっしゃったんですか、ね。ちょっと急いでて、そうですそうです。そうですか。はい。今着いた新幹線でお越しですかね。あ、今はい、着いた新幹線で来ました。そうですか。はい。今着いた新幹線がですね、ひかり号でして、はい、あ、そうです。一応新横浜出てからですね、はい、こちら豊橋駅まで停車しないんですけども。浜松から乗ったでよろしいですか？浜松駅は停車しないんですよ。はい、いやいや、はい、停車してましたよ。通過しますね。光号ですと、豊橋まで止まりませんので、どうやって乗られたんですか？いや、はい、浜松、はい、浜松っていう声を聞いたので、うん、浜松は止まらないです。いや、はい。じゃあ新幹線の後ろの人が多分浜松って言ってたんでしょうね。浜松って言ったのが記憶に残ってた。あ、そうですそうです。じゃあ新横浜から乗られてきたってことですか？いや、はい、浜松付近ですね。僕はまあそっち方面そんな詳しくない。地元が北海道なので、はいはいはい、そこら辺詳しくないんですけど、うん、はい、浜松付近で乗ってきたのは事実ですね。うんうん、そうですか。それは分かったんですけども、今着いた新幹線ですと浜松から乗車することは不可能なんですよ。浜松から乗る場合はですね、300キロの新幹線に飛び乗ったということになりますけども、お客様よろしいですか、そちらで。はい、なんか寝ぼけて飛び乗った可能性もあります。そうですか。足痛いんですよね。なんか覚えてないですよ。そうですか。ですとですね、お客様、いや、本当にそちらでよろしいんですね。一応そういったことで上に報告させていただきます。いや、めっちゃいいです。はい。本当、眠くて寝てたんで、はい、ちょっと記憶がちょっと曖昧なんですけども、はいはい、飛び乗ったか飛び乗ってないかは、はい、ちょっと分かんないですけど。飛び乗るわけないんですよ。はい。本当にもう、スーパーマンとかでしたらもう別ですけども。あ、スーパーマンですよ。嘘です、お客様。あ、もう本当にこれ以上嘘つかれるようでしたら、こちらも対応を取らせていただきまして、鉄道警察の方をお呼びさせていただきまして、対応させていただきます。ごめんなさい。もう嘘つきました。はい、そうですよね。新横浜から乗って、トイレとかに隠れて、ずっと乗り過ごしてきて、こちらで嘘の申告をされたということでよろしいですか？はいはい。でも、払います、はい、払います。大丈夫です。遅いんですよ、お客様。事務室でゆっくりとお話聞きますね。そっと、はい、お願いいたします。お母さん。さあ、ではお願いします。どうします。3分ぐらいで。ご乗車ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。はい、どうされましたか？浜松町から来たんですけど、お帰りください。すみません。浜松でお願いします。はい、お願いします。